それでは授業を始めます。まずは単語ミニテストからです。問題を配布していきます。はい、配布しましたので、それでは回答を始めてください。まずは答えを配布します。はい、それぞれ間違えた問題を確認してみてください。次に重要な単語の解説を行っていきます。英和辞典の付箋を配布するので、辞書の説明を見ながら一緒に確認していきましょう。はい、付箋を配布しました。はい、リメインのまず原義は後にとどまるとなっています。で、重要な意味として1番の、依然としてのままであるという意味がありますね。意味によって鍵括弧の中に SVC が振られているのに気づきましたか？本日はこの文構造について学習していきます。では本日の内容に入っていきます。本日は文構造に関して前回の続きから始めていきます。前回は、自動詞と他動詞、それから語文型の概要について学習しました。はい、今2つの付箋を配布したので、前回の内容を忘れてしまったという人は、まず今配布した付箋を読んで復習をしておいてください。それではですね、本日の学習に入っていきたいと思います。まず、本日の概要をまとめた付箋を配布します。はい、次に透明な付箋も配布します。はい、配布しました。では、それぞれの付箋を重ねながら確認していきましょう。はい。第二文型 C の保護は S 主語の説明をしていますと。ここにある例文で見ていくと、He was a student. He、この S の説明を、このスチューデント、生徒というのは、he の説明をしていますよね。また C には名詞か形容詞が入ります。この SVC の形を取れる動詞と
というのは決まっています。それを確認していきましょう。今から SVC の文型で用いられる動詞の付箋を配布していきます。はい、配布しました。SVC の文型で用いられる動詞には、この1番から4番までの動詞がそれぞれあります。もうこちらは覚えてしまった方が早いので、それぞれ暗記してしまいましょう。